用意しません投げるか、はい、野球ボールを投げるかの攻撃のみとなっております。なるほど、それをガチ野球対決って言ってるわけだ。そうです。頭いいね。頭いいね。俺らやっぱりね、いいね。頭いいし歪みもいい。だって他のスマッシュとかで相手を倒してしまったらもうその時点でそういった負けということになりますね。はい。タイム制ですね。だポイントを取れば取るだけいいということで。なるほど。ポイントっていうのは倒した数ってことですか。そういうことです。あ、なるほどね。最後にポイント集計します。もうそれが一番低かったやつがビリなんで。なるほど。この試合殺すだけいいです。なるほど。ビリになった方、はい、スマブラ一発ギャグ。うわー、まあいいっすよ、なんないんで僕。まあ俺なんないか別にいいけど。まあ僕もなんないんで。カスみたいな一発ギャグ。あ、お前なんてねえよ。なんぞお前。おれ、おい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 じゃんけんね、おい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 、スマッシュブラザーズの一発ギャグをね、やらないようにね。はい、頑張っていこうや。はい、それでは続けていきましょう。せーの、最後。何がいい正解なんだろう。いや、かっこいい。チョコパクが動けるなら早い方がいいけど、うん、でもあの投げられた時とかに飛ぶのはちっちゃいから。あー、そっか。じゃあかっこいいキャラにしよう。なるほどね。復帰強いとかもいいと思う。復帰強いんだって。なんか思うとかも、まあ一応関係ある。じゃあかっこいいキャラにしよう。俺ね、ロゼッタ好きなのよ。あ、可愛さで言ったら絶対この俺、ね、ハーフが好きなんですよ、パルトが。キャバクラじゃないよ。え、キャバクラじゃない。まあ、ダメだ、注意してます。チェンジ。俺けど、石間って静江派なんだよね。石間ってなんか、女全部見て、最終的に静江に落ち着くって。マリカも静江なのかな。マリカ静江なんだよ。あ、俺は使い慣れてるから、リュウカ。てか、俺リュウカやん。マジでよ。じゃあやってやろう。マジでよ。おい。おい、やばいやばい。目合わせ。おい、よれ。やばい、始まる。やばい、最初何も。最初何もできない。何もできない。これ来たやつ、ぶっ殺ったんだよ。お前、お茶会しようぜ、お茶会。ハハハハ。おい、おい。やばい、やばい、やばい。ボスゴリラやる。ボスゴリラやる。やばい、やばい。一人死んでる人にしたんだ、俺だわ。やばい、バット落ちる。取れー。
激追さん。七。七よ。七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 。使いやすいのに。パルテラがショートカットなんか結婚してもいいかなと思います。なんか名前かっこいいやつがいいから、俺レンメン。もうダメだそんな時。二回戦で。マジ先手大事だわ。マジでバットをまず取る。バットバット。これ出せば。バットインドならそうしないと。バット取んないと。黙れ。出せばアイ。お。スマッシュで一緒だ。もうそれやるしかないのか。そうです、それしかないの。それがあるの。いやもうずっと俺ジョブやってんだから。ジョブジョブこれちょっと治りかけたね。ジョブかジョブか俺が7で3だから10今なんか8だね。俺今7。ああじゃあマジ濃い試合だね。けどこれ一発逆転あるゲームですから。まあ一発逆転ありますね。ありますね。まだ何が掴んで見てみてくださいよ。そうだね。紫の短髪いいな。マジで俺だわ。めっちゃくわ。めっちゃ俺だね。確かじゃあ俺も俺似てるキャラだよ。すげえやこれ。そんなかっこよくねえや。これだ。やばい。振り回しなくなるんだよ。おい行けお前。おい金髪行け。おいしゃー。やばい。おいしゃー。おい、使うんだよ。死んでっからいいだろ。うわ、先生もう死にすぎる。お前、ちょっと危ねえ。お前が持っていっちゃう。おい、袋叩きのネズミじゃねえか。やばい。サクワク渡りたくばけ。おい、もう、あたりを見渡せば。うわ、あたりを見渡せばホームランはめてるやつがいる。あ、持ってる持ってる。ジョブしかない。ねえ、もう本当に俺たちの前だ。俺も4だ。俺1だわ。お前も絶望的やな。
合計が僕が14、僕が12、2 12です。でももう3人はめっちゃいい人なんだね。そうだね。そこなんとかなんないですか。なんないです。なんとか、まあ、ポイント2倍とか。ほぼポイント2倍でないです。お、まあまあ2倍ぐらいなら全然西が。はい、じゃあ私が最後の試合勝ったらポイント2倍になります。いいだろう、全然いい。はい、君ら終わったね。最後ぐらい自分使おうかな、どうしようかな。やるよ、自分あるんだよ、普通に。誰？ああ、ちょっとまあ奥さんじゃん、パルテナは、うん、奥さんの、ね、まあ、自分がいるのよ、普通に、自分が。僕らポンコツライダーズ。ゆうたもちゃんと自分のキャラでいけば。そうだね、もう自分選んだ方がいいか。さすがに、さすがにね。だからそうなってくると、だから主力になってくる。僕らポンコツライダーズ。マジでこの波乱の逆転、知らない。2倍したところでなんだよ、別にポイント的に。楽しみですね、最後の試合が。全然いい。あの、見せます。もう強者は黙ります。何も喋れないじゃん、強者は黙る。来た、よー、やばい、やられた。うるら、やべ、持ってたの。コバ2倍だぞ、コバ2倍、コバ2倍、やばい、うわやばい、俺全然…あ、来た、やられた、おりゃやべえな、マジで髪絞ってんな、やばい、やった、やばい、やばい、危ない、ゴリラ、これ上、おい、ゴリラ、ゴリラ上、おりゃ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 、あんまついてないの、あー、振り方がもう近い、振り方が、おりゃ、振り方が、おりゃ、おりゃ、おい、俺なんか僕なんだけど、どう見てあんまやばいね。え、ちょっと上さん、お前危ないじゃん。危ないじゃん、危ないじゃん。なんで俺つけに、おれ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 、なんで俺つけにバットに入れるんだよ。おい、よいしょー、カットだよ、カットだよ、カットだよ。終わった。クエさんも待ってほしい。あーあー、いいよいしょ、いいよ。ああ、ナイスゲーム、ナイスゲーム。ワンちゃん、コバワンちゃん、ギュー、ギュー、ギュー、ジューはやばい。ゲームやっとー。はい、ということで全員のポイント発表していきましょうか。はい、ユートから15点です。じゃあ次、僕20点です。僕22点。おお、最後巻き返しました。僕、コバはポイント2倍だからね、4点です。全部の合計出して倍にしても8点だったわ。何してんの。全然面白くなかったもん、このゲーム。何が面白いね、これ。超気持ちよかった。気持ちいいね。狙い目だよ。でもバット探してて振らないです。さまよってんだ。打ちやすいね。で、今回このゲームの中で野球かけてみたけど、やっぱり野球って何やっても面白いんだなって分かりました。間違いかな。スマブラもまあおもろいな。おもろい。盛り上がる。おもろいっすね。スマブラおもろい。ゲーム企画もね、楽しみにしてくれる人いっぱいいるから、はい、これからもね、ぜひやっていきたいですね。はい、お願いします。それではこの後のコマの一発ゲームが面白かったかと思った方はチャンネル登録、あ、コメント、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。それでは一発ギャグいきたいと思います。ホップステップジャンピング、お昼は浅草ホッピーズ、それで僕もハッピーズ。ありがとうございました。ゲームはみんなでやったらとても楽しいね。明日の動画はスーパーボールで卓球をやってみたよ。飛び跳ねすぎて笑い爆笑。